願いいたします。防衛大臣を拝命いたしました市川康夫でございます。防衛省という役所は、私は国民の生命財産はもちろん、国家の主権をしっかりと守っていくという大変な、国家の存立の基本に関わる大事な仕事をやっている役所でございますので、その使命と責任を痛感いたしているというのが今の心境でございます。本日は野田総理大臣の方から、いくつかの問題点について、課題について、お話がございました。基本的なベースは、我が国のこの自衛隊という組織は、当然、専守防衛という原則の下で、文民統制、シビリアンコントロールということを確保しながら、我が国の平和と安全を確保するという大原則の下で、やっていくという方針は我々も貫けたいというふうに思っております。また先に新しい防衛大綱なり、新しい中期防衛整備計画というものが作られておりますので、そういうものに基づきまして、これからもしっかりとした対応をしてまいりたいというふうに思っております。また日米同盟というのは、当然我が国の安全保障の基軸ではありますので、関係するこの防衛政策、安全保障に関わる問題、外交問題というのは、関係する大臣もたくさんいらっしゃいますから、そういう大臣ともいろいろと連携を取りながら、日米同盟のさらなる進化発展をさせるということで、努めてまいりたいというふうに考えております。それからまた普天間問題というのはございます。で、これは基地問題の固定化ということは、いろんな面で沖縄に負担がかかるという従来からのそういう実態の中で、少しでもその負担を軽減させていきたいということで、昨年の5月に日米合意がなされ、また閣議決定もなされているというふうに言われ、されておりますように、我々もまたそういった関係大臣とのいろんな連携の中で、この問題を粘り強く沖縄の県民の方々にも理解を求めながら、対応してまいりたいというふうに考えております。また世界の平和と繁栄ということにつきましても、当然、防衛省も関心を持っているわけでございますから、国連の平和維持活動なり、また海賊対処活動的なものについても、引き続きしっかりと問題意識を持って対応してまいりたいというふうに思っております。私自身も我が国のにとっては、世界の平和安定というのは最大の国益であるというふうに常日頃思っておりますので、そういう考え方に立って、これからも対応していきたいというふうに思います。それから総理大臣から、今回の災害の経験を踏まえて、さらにいつ何時大きな自然災害が発生するかもわからないような時代でございますので、そういう面ではこの自衛隊の災害派遣、あるいはその初動行動といったようなものについても、さらにいろいろとその課題を乗り越えてですね、国民の生命財産をしっかりと守れるような、そういう役割をさらにしっかりと担えるようにしてまいりたいなというふうに考えております。防衛省には、27万人の自衛隊員の方々がいますので、そういった方々と力を合わせながら、我が国の安全保障という問題、世界の平和の構築という問題について、しっかりと民主党らしい、そういう役割をしっかりと担ってまいりたいなというふうに考えております。冒頭、挨拶を兼ねた考え方を述べさせていただきましたけれども。
どうぞまたご質問がありましたらどうぞ。はい、すみません、産経新聞内藤と申します。朝鮮学校無償化適用の審査再開指示について、この指示を支持されるかどうか、ご見解をお聞かせください。また永久戦犯を戦争犯罪人ではないとした総理の見解についてどう考えていらっしゃるか、また最後に小沢元代表の処分は見直すべきかどうかお考えをお聞かせください。なんかちょっと冒頭からちょっとわけなんかはっきりしない質問だけども、一つずつおっしゃっていただけますか。最初の質問ですか。はい、朝鮮学校無償化適用の審査再開指示、菅総理が最後に指示されましたけれども、はい、この指示を、うん、大臣としては指示されるかどうか、お考えをお聞かせいただけますでしょうか。その問題についてまた自分自身の考え方は整理しきっておりません、正直なところ。はい、2つ目の永久戦犯は戦争犯罪人ではないとする野田総理のですね、ご見解についてお考えを。野田総理大臣、当時、一国会議員としてのそういうことを考えられたんだろうというふうに思いますけれども、私自身は今、閣僚という立場であれば、従来からのいろんな政府の見解というのがありますから、そういうものの見解で私はよろしいんじゃないかというふうに思いますし、靖国神社ということについては、私は閣僚としては、あえてそういう参拝する必要はないという考え方に立っております。最後、小沢元代表の、小沢元代表の何をですか。処分を見直すべきかどうか。それはですね、私も菅内閣当時の小沢さんを処分するときの役員会の経過というのはみんな見ておりました。ですから、ある面では民主党の政権交代にそれなりに功績のあった政治家であり、なおかつ今回の被災地の出身のそれなりの実力を持った政治家でありますから、処分の仕方というのは、私は個人的にはあまり賛成じゃなかったんですけれども、ただしかし、党として処分が決めている以上はね、これからの党の役員会の中でしっかりと議論をしていただいて、結論を出していただければよろしいんじゃないかなというふうには思っております。ただ民主党という政党はもう少し包容力のある温かみのあるそういう政党であるというようなイメージを出せたらいいなと、やっぱり思う存分皆さん実力を発揮できるようなね、そういう政党でありたいなというふうには私は思っております。じゃあ次、最後の質問にさせていただきます。どうぞ。はい、力大臣ですね、ヒット農林漁業再生実現プロジェクトの、はい、そうです、はい、社長がいらっしゃったんですけれども、TPP の交渉の参加に関する判断についてなんですけれども、先ほどちょっと日米同盟、さらなる進化発展で外交問題に関して連携を取っていきたいというようなお話もありましたが、TPP 交渉の参加についてどういうお考えですか。私は日米同盟の進化発展という意味の中には、やはり我々の考え方を的確にしっかりとアメリカに理解してもらうということのことも、やはりこれからの進化という面では非常に重要なことだというふうに思っておりますので、私自身も菅内閣の下での党の成長の中でね、この TPP の問題に関連して食と農林漁業の再生強化プロジェクトチームの座長をやっておりましたから、TPP という課題を推進する場合に乗り越えなければならない、こういう一次産業の問題というのは、やはりしっかりともっと議論、時間をかけてね、議論をし、理解を求める必要があるというふうに常々思っておりましたので、単なる TPP 反対反対と言ってるだけでは日本の農業を再生しませんから、そういう観点でいろんな議論をさせていただきました。結論的には私はやはりこういう大きな災害を受けた今日、その TPP の問題は今しばらく議論を控えた方がよろしいんじゃないかなという感じは私は思っております。で、そういう中でやはり被災地の農業なり農村をしっかりと再生させると
ということも一方では非常に重要なことなので、今冷静にそういう問題を議論できる状況ではないんじゃないかなというふうに私は思っております。はい、それでは以上をもちまして市川大臣の会見を終了させていただきます。ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。